Bonjour, こんにちは今日も僕の生徒さんの宿題を読みたいと思います。僕の生徒さんの宿題はいつも季節について話していてとても日本らしき素晴らしいと思います。けれどもフランス語でそれを書いているからまた違う味があります。それを フ,ルフランス語で理解することによって本当に満足感があると思います。そのテキスト自体をあの聞くだけではなくて読みたいのであれば、ぜひリンクをクリックして僕のウェブページでビデオと日本語訳、そしてフランス語が書いてありますので、ぜひそれに僕のウェブサイトに箸を運んでください。 まずこの、ね、ビデオをそのまま見てください。その後、リンクにクリックしてください。そして今日はたまたま2つのビデオも作りましたけれども、読み方のいいトレマですけれども、トレマの勉強をしていて、今日はマイス、トウキビについての話ですから、まあ、トレマーの勉強をしてからたまたまこのビデオを作って、やっぱり読み方も大事ですので、もし読み方をもっと復習したいのであれば、 あのビデオの終わりにフランス語の読み方のレッスンもつけますのでぜひそれを見てください読み方は意外と簡単ではないそれでは余計なコメントをやめてテキスト本来のテキストを読みたいと思います「Je suis a l é au、no、m a g a s i n クルルの森」 J'ai acheté 30 maïs. J'ai envoyé 7 maïs à Fukuoka pour mon fils et à ma fille à Kanazawa. Les frais d'envoi étaient plus chers que le maïs. J'ai donné 8 maïs à ma fille aînée. アコテ。トゥトゥノトファミイエム・ル・マイス。非常に簡単ですけれども、未来形ではなくて、現在形と過去形が混ざっていて、そして、まあ、家族の勉強にはなっていますので、とてもいいと思います。次のビデオはありますので、そういうフランス語の勉強の仕方、実際の話を聞く。 というものがいいと思っているんあれば、ぜひ登録をしてみてください。毎週一つの小さな話をこういうふうに紹介したいと思います。それでは、revoir